おはようございます。今は朝の7時50分、うぷ主です。今日からゆっくり鉄道旅を皆さんにお伝えしつつ、いろんな動画を公開していきたいと思っております。何卒よろしくお願い申し上げます。まず最初の乗車は、近鉄京都線、急行京都駅6両編成です。朝ラッシュの時間なので、かなり混雑していましたので、当時手前までカット。京都駅手前に奈良線の103系がいますね。昨日の夜からおねねんねしてたんでしょうか。京都駅到着、ここから JR 線に乗り換えます。京都駅からは JR 線にて、一路東へ向かっていきます。この時間は大阪始発の特急ワイドビュー飛騨25号高山駅がありますね。あれ、階段登ってるけど、どこへ行くんでしょうか。やったぜ。あ、列車に乗る前に先回りしたいので、東海道新幹線でショートカットします。ではここで、朝ごはんの紹介です。今回は、朝限定のおむすび弁当とお茶のセットです。値段はなんと500円。やったぜ。東海道新幹線区間の車内販売、駅売店ではおなじみの商品です。結構ボリュームがあるんですよね。ピンボケは許してほしいですが、おにぎり2個にサバの西京焼き、かまぼこ、ウインナー、鶏団子とたくあんです。
この区間では、最新型 N700S が最高速度時速 360km を危険走行で達成した区間です。東海道新幹線の最高速度時速 285km ですが、この京都、米原の区間は高速度走行試験に耐えうるように基盤や軌道を整備したということです。出羽米原までカット。米原では、ウプ主が珍しく撮影練習とか言って、次の乗車電まで撮影してましたが、ボツカットを量産してました。ここで乗車電をお見送りします。ここからは目的地まで在来線で向かいます。乗車電は一体何なんでしょうかね。やってきたのは、先ほど京都駅で映っていたあの列車、そう、ワイドビュー飛騨25号、高山行き、です。3両編成の短い、母85系ですが、この列車、JR 西日本から JR 東海に乗り入れる唯一の特急列車になってしまいました。数年前までは、信濃、菊間、春日、などの列車が多く走っていましたが、大人の事情なんでしょうか、今では、飛騨、一本のみとなってます。そんな貴重な、飛騨、を今回は使いたいと思います。米原駅を出ました。しばらく、優雅な背面展望をお楽しみください。それでは、この図をご覧ください。これは、次通過する関ヶ原エスタル駅に何やら展望空間の配線図です。東海道本線の関ヶ原エスタル駅に何やら展望図の間は、下り本線の太平洋戦争中の無双力増強のため、勾配で時を連結せずに無双できるよう設けられた勾配緩和できてんとなっているんです。どうやったら大垣から行けるんですか？答えはこれ。下り線です。戦時中にもともとの下り本線は撤去されており、下り線は戦後その場所に敷設し直したものなんです。下り線は特別な場合を除き普通列車のみが走行するため、下流線の軌道は本線に比べて簡易な作りとなっており、最高運転速度も 85km と低く、関ヶ原始発の列車は関ヶ原駅の東方で上り本線と大
樽井線の間に下り迂回線が割り込んできている配線のため、樽井線から上り本線へ進入できません。そのため、一旦樽井線を東方面に向かい当駅の関ヶ原側にある分岐で中線に入り、さらに当駅を出発し相川橋梁を越えると分岐で上り本線に入るそうです。なるほどねー。名な歴史がある区間なんだね。ちょうど関ヶ原を通過して、樽井線と並走しています。右からやってくるのが折東海道本線です。大きくカーブしているんですねを通過です。配線が面白いことになってますね。入っていきます。右から下り本線が見えてきますね。美濃赤坂支線を合流してきたら間もなく大橋です。大橋車両図が見えてきましたね。左に養老鉄道線の渋い列車が見えましたね。元近鉄の車両です。大垣駅に到着です。今、右側橋梁を通過しているのですが、連行している右側橋梁は、国指定重要文化財となっており、英国家の式の連接性レンダブルアーレンから付けた橋で、我が国で最初に完成した幹線鉄道である東海道線において、最も高度な技術を駆使して建設され、各唯一現役に残る遺構なんだそうです。
特急ワイド牛飛騨5号と連結するのですが、その連結方法が非常に名なので、これから紹介したいと思います。今は3番線に到着しました。解説のマリサだよ。一旦お客さんを降ろした後、菊方の引き込み線に移動します。実はお客さんを乗せながら引き上げ線に入るのがメインな要素なんです。わざわざ入れ替えするのに運転士さんが一人乗ってくるんですね。そうなんです。これも時間短縮のための匠の技ですね。準備ができ次第、移動します。ワクワク。感じます。引き上げ線2番線に行くみたいですね。ATS-P 投入音が鳴った後に一旦停止します。信号に従って時速25キロ以下で進入していきます。ここは安全のためにゆっくりなんですね。隣に313系のような機派25系がいますね。停止機用紙。ここで反対側へ移動してみますね。信号が進路を示してますね。4番線に進路進行のようです。係員さんが赤と緑の旗を持ってますね。何に使うんでしょう。これは誘導手旗で合ってたと思うのですが、連結時に緑の旗を振って進め、赤の旗で止まれ、緑の旗と赤の旗をプンプンすると連結開始ですね。もう前に、名古屋からの飛騨5号がいますね。
結後移動できるようにドア開けてますね。さあ連結です。マリサ、ありがとうございます。今回はここまでです。いかがでしたか？次回はやっとあの赤い電車を乗りまくります。またコラボ旅にもなりますのでご期待ください。ご視聴ありがとうございました。